今回は、働くまお様の第2期がディズニープラス独占というね、発表がありまして、まあ、それについてね、いろいろ言われている件について話していきたいと思います。というかね、独占配信ってどうなのっていう話ですね。うん。まあ、今まで、その独占配信どうなのってね、その一本の動画で話したことはなかった。いや、かつてね、マブラボルネイティブで話したか、とは思うんですけれども、ちょっと今回改めてね、独占配信のメリット、デメリットとかについて話していきたいかなと思っております。まあ、ということで、今の時代アニメっていうのはね、まあ、アニメっていうか映像作品とかね、もう諸々なんですけれども、配信の時代になって、 っておりましてねやっぱいろんな各種サブスクサイト見放題やり放題のサイトっていうのがあるわけなんですよねそんないろんなサブスクサイトがある中である一つのタイトルを自分のサイトで独占しますよっていう独占配信っていうのもですね中には出てきたりするんですよねで、そんな独占配信をした時のメリットとデメリット両方あると思うんですけれどもあくまでここから言う全ての話は風の噂で聞いた程度の話であって何も確定的な情報がない話でございますのであくまで話半分に聞いてくださいあくまで個人的な感想でございますはい。まずメリット っていうのは、独占配信する代わりに、資金予算っていうのが多くもらえるっていうところかなとも思うんですよね。ですので、今までできなかったような企画や、今までね、続編が作られなかったようなタイトルも、独占配信ならばできるっていうことがあるのかなって思いましたね。うん。まあ、簡単に言うと、お金回りが非常に独占配信の方がある一定のラインが担保されているっていうことなのかなって、個人的には思ったりしましたね。うん。まあ、それって制作サイドのメリットじゃんっていう方もいると思うんですけれども、まあ、消費者側にとってのメリットっていうのは、先ほど言ったように、今まで,でき なかったような企画や今まで作ることができなかったような続編が作られたりするっていうところだとは思うんですよねメリットとしてはですのでもしかしたらこの働く魔王様今回の話題に上がった働く魔王様とかね今やってる対馬にとかなんかはこう何十年十年とかね時が経っての続編っていうねなんかすごいタイミングなんですよねうんやっぱりこれっていうのはやっぱりそういう独占配信対馬にもネットフリーですし魔王さんを今回ね発表されディズニープラスですしっていうことでやっぱりそういう背景があったりするのかなって個人的には思ったりもしております、ね、まあ、実 実際どうなのか分かんないんですけれどもね。はい。ということでそれがメリットなのかなと思いました。逆にデメリットっていうのは、広がらない、入りづらいっていうところだと思うんですよね。うん。最初に言ったように、今の時代サブスクっていうのはたくさんあるわけなんですよね。まあ、そんな中で、自分が登録していないサイトで自分が見たい作品がこれから配信されますよってなった時に、ちょっとね、 どうしようかって、その先のために契約しようかって、ちょっと迷うと思うんですよね。うん。やっぱ数多くある中で全部を登録することには、やっぱり、その、自分のね、その許容量の問題もありますし、そのお金の問題も出てくると思いますし、そういうところで、ちょっとね、 踏みとどまってしまうところがあったりすると思うんですよね。まあ、そういうところで独占配信っていうのはそこに踏み込む一歩の気軽さっていう点でえすごく難しいところなのかなって個人的に思っちゃいましたね。うん。サブスクなんてね1000円ぐらいなんだから登録してやれよっていう方もいると思うんですけれども、まあ、僕もやっぱりそう思うところあったりするんですけれども、やっぱ人によってはねやっぱ学生さんとかだったらその何十何個もねそのサブスクを登録するわけにもいけないし、その大手のところだけとかね、やっぱそういうところだけで済ましておきたいっていう気持ちも分かったりするのでね。うん。なかなかこれも難しい問題なのかなと思って たたりししまねで、もう一つね、広がりづらいっていうところも確実にあると思うんですよね。やっぱり今まで独占配信のアニメっていうのを数多く見てきた中で、やっぱり全然話題になんないなっていうのはやっぱ肌感として感じるわけなんですよね。それが先ほど言ったことに通じてくるんですけれどもね。例えば、アニメがメインの D アニメストアとかならアニメ好きが登録するのはわかるんですけれども、例えば、FOD とかはその実写とかそういうところがメインなコンテンツなわけなんですよね。で、そこにある一つのアニメを見るために登録しに行くのかって言ったらちょっと一歩考えちゃいますよね。で、逆にディズニー だったらディズニー作品マーベルとかねそっちがメインのわけなんですよねでそこにアニメが一つ見たいのができてそのために登録するのかって言ったら一歩踏みとどまっちゃいますよねですのでなかなか気軽に入れないのでそっから広まりづらいっていうところもね閉じたコンテンツになりがちっていうところもあったりするのかなとは思ったりしますねはいまあ、ということで以上が独占配信のメリットデメリットなのかなと個人的に思いましたはいまあ、どっちがいいとはね気軽に言えませんよねいや昔だったらねアニメ見逃したらもう見れないと円盤待つしかねえみたいなところだったんですけど今の 時代はねまあ、気軽に配信でいつも見れるような時代っていうねすごく整備された環境が出来上がっているっていうところですごくいい時代になってるなとは思ったりするんですけれども、まあ、逆にそういう時代だからこそね今この独占配信っていう問題も出てきたりはしているんですけれどもね、うん、メリットもしっかりありますしデメリットとしてもやっぱり見逃せないところもしっかりあったりするんですよねま非常に難しい話なのかなと個人的には思いましたねはい。ということで今回はそんな感じでまあ独占配信についての話でございました皆さんはどう思いますかぜひともコメント欄にお願いしますそれじゃまた